が5時になりましたので、これから、不定期ですけれどもツイキャスのライブ配信、なんと5回目です。告知なしでしたが、急ですが始めたいかと思います。よろしくお願いします。ちゃんとつながってるかな。今配信始まってるよね。 OK かな。よし、さてさて、今始まっているはず。うん、始まってるな。それでまずですね、まあ、今年一発目なので今更ですけど、明けましておめでとうございます今年一発目なんでね、なかなかあれですけど、ゆるゆると始めますけども、始めた今日の配信をし始めた理由というのが、まあいろいろまたお知らせしたいこともあったので、皆さんがどれぐらい見てくれるかは分からなかったんですけど、まあアーカイブ残りますんで、あのリアルタイムで見れなかった方はまた後ほどご覧いただきたいかなと思います。それでは、今日はまず一つ目の告知としては、皆さん今年もやってきますけれども、2月3日あれですね、恵方巻き、今年の恵方は北北西です。皆さんも調べました？前につぶやきましたけど、万代島鮮魚センターで食べるとなると、ホテル日光新潟さんを見るとだいたい方角的に北北西なんで、まあ、店内で食べることはないですけども、だいたいあっちだと思ってください。で、あれを調べるためにわざわざあの方位磁石のアプリを入れました。あれで北北西を調べた感じで、今年も、まあ、去年と同様で恵方巻きは4種類出る予定です。で、1つ目が、一番皆さんに食べていただきたいっていう、あ、見てますよ、ありがとうございます。すごいですね、こういきなりやった割には見ていた見てますよってすごいですねですね、方巻きの中で一番多分推してるのが、この一番ね、お値段も張るんですけども、海鮮恵方巻き税、中身が本マグロ、中トロ、生サーモン、マダイ、ベニズワイガニ、南蛮エビ、ホタテ、つぶ貝、イクラ、ウニ、キュウリ、10種類入ってるのか、10種類入って1本税込み2160円で、ハーフサイズが税込み1080円ですね。で、次が海鮮恵方巻き、要は税よりもちょっとワンランク落ちるんですけど、中身がマグロ、生サーモン、マダイ、マグロたたき、煮アナゴ、蒸しエビ、イクラ、卵焼き、きゅうり、桜伝武、4、5、6、7、8、まあこっちも10種類は入ってるんですけど、中身がちょっと違いまして、で1パック税込み1404円、1本入りね。でハーフサイズが税込み702円で、これの中の今読み上げた中で煮アナゴってあったじゃないですか。本当はこの煮アナゴ、まあ去年入ってたんですけど、店長が煮アナゴいるかなみたいなこと言ったんですけど、ちょっとばんちゃんが個人的にですね、煮アナゴ好きだったんで入れてくださいって言って、いや煮アナゴは外さないでくださいって言って入れてもらったんです。だからある意味これ食べてほしいかな、個人的にはね、無理やりっていうかね、お願いして煮アナゴ継続してもらったんで、できれば食べていただけると嬉しいかなって。で次が恵方巻きね。でこちらはハーフサイズがないんですけど、中身がマグロ、生サーモン、くるみ、かんぴょう、桜でんぶ、きゅうり、卵焼き、1、2、3、4、5、6、7種類入って1本入り税込み648円。これが一番シンプルですかね。うん、一番シンプルでもないけど、まあまあ
でその次がもうほんとマグロ好きの人ならこれだろうっていうので本マグロ鉄火巻きで、これの中身が本マグロの赤身、マグロたたき、ネギ、大葉で、これ1本税込み1,080円で、ハーフサイズが税込み540円になります。あー、パースタさんすごいね、よく間に合った、よく間に合ったってか、よく気づきましたね絶対いりますよねこれで4種類ですね。で、これ最初本当は電話予約も OK って言ってたのにダメになった理由が、今のでなんとなく分かると思うんですけど、これ電話で受けた時に具材何ですかって多分皆さん聞きたいと思うんですよ。いや、それが普通だと思う。でも電話で税とか、あの普通の海鮮本巻きとかそれぞれ10種類入ってるじゃないですか。それを全部言う、それ全部皆さんメモります？メモ、でも多分メモりきれなくて思い出せなくて、何でしたっけって絶対聞くでしょ。え、何分かかるのかな、お一人様に何分かかるのかなって。でその間に通常業務もありまして、ね、メモらないでしょ、メモらないと思うんですよ。メモらないし通常業務があって、みんなやっぱりこうね、お売り場に出すお寿司も作んなきゃだし、商品並べるためにね、詰めたりとか詰め物したりとか、レジでお会計もしなきゃいけないから、こうみんな常の業務もあるわけですよね。別にその電話くれてるお客様をないがしろにするわけじゃないけど、売り場がスカスカになるわけにもいかないし、でそこにだけ時間をかけてしまうのが果たしてどうなんだろうっていうことになって、であれば申し訳ないんですけど、ご来店いただいた方だけご予約を受け付けますと。何何、シンクさんって読めばいいんだよね、違う、ね、好きなのは食べれないの確認だけど、最終的に何でしたっけって聞き返すよ、おかしくない？そう多分ね、最終的にで何でしたっけって聞くと思う。私は聞く自信があるだからあの来店したお客様だけで、しかもあの日にちがですね、もうすぐですよ、予約は1月の31日の月曜日までです。予約、事前予約いただけるのは。なのでまだもし、まあ、他のお店と悩んでたりとか、あとは予約してまで食べる気がない人はまあいいんですけど、でもたまには今年は予約してみようかなとかちょっと検討してる方は、ぜひまあ、Twitter もそうだし、インスタもあの写真も、あとホームページ、あ、ホームページは価格だけだな、写真っていうか、やっぱ写真を見たいなら Twitter、Facebook、インスタ、あとはあれです、実際お店来て写真を見てみたいな感じで、予約したい方は近くの店員に声をかけていただけるとご予約手続き進めますんで、お気軽にね、すいませんって声かけてください。いや別にそんな気合い入れなくてもいいんだけど、そんな感じで、まずこれがまず一つ目のお知らせです。一つ目ね。でもう一つが、あの皆さんもうお忘れになってるかもしれないんですけど、冬のギフトカタログの荒海のエッサ便のお申し込み購入も今月末までです。でオンラインショップに関してのその荒海のエサ便の予約は31日月曜日の12時で終了します、うん、なのであのギフトセット、別にこれご自宅用でも食べれる量とか全然あるので、もしあのご購入を検討されてる方いるんであれば、あのお早めに自宅用にね、この海鮮しゃぶしゃぶセットとか、あと今もお店の方で並んでますけど、鍋用むきあんこ、要はもう切ってある状態のあんこうのセットだとか、でお刺身詰め合わせだったりマグロ食べ比べセットとかもあるので、ただ残念ながらですね、一部のね商品がもうソールドアウトになってるので、特にカニですね、カニはもうちょっとなくなってるものとか、あと数の子関係もソールドアウトになってるので、ちょっといろいろね、あの検討していただきたいと思います。
ていうのがこれ今日の2つ目で、もう一つが3つ目が今さっきっていうか割とさっきの情報なんですけど、皆さん YouTube でうちの会社新潟中央水産市場株式会社の動画が作られました、配信されましたっていうのは見ましたか？見ました？見てない？どうだろう。見てない人はね、ぜひ見ていただきたいんですが、うちの社長がもう前面に出て一生懸命うちの会社って歴史があってすごいんですっていうのをお話ししています。一生懸命話してます。でこれのね、撮影の付き添いをしたっていうのがね、私の会社の個人アカウントでもつぶやいてたんで、ああこれのことかみたいな感じで思った人もいるかもしれないんですけど、それの動画がやっと完成して、昨日配信されたのかな、 NMEC ライブラリーっていう YouTube チャンネルと、あと NMEC さんのその Facebook、 あパスタさん見てないんですか？お知らせ見たけど見てない、後で見る。うん、見てください。なんで見てくださいと今言っているかというとですね、まあうちの社長に YouTubeのそこのこの間撮った撮影のやつ上がったみたいですよっていうお話をしたんですよ。でまあその撮影とか配信されるにあたって、まあ、社長もいろいろチェックして本当に自分で満足のいくものができたって言ってたんですよ。でまあホームページの、ところにも貼って常に見れるようにもしましたし、磐梯島鮮魚センターをはじめ各ツイッターとかあと Facebook もそうだな、で配信もしたんですけど、今見るとね48回再生されてるんですよ。でシックさんでいいんですよね、読み方お名前ね、いいの、名前合ってる、読み方合ってますか、間違ってたらかわいそうだから、あ合ってるね。そうシンクさんの見ていたらこちらが始まったので触りだけ見ました。触りだけ見たんだね。触りだけじゃなくて、まあ最後まで見てほしいんですけど、要するに、まあ、出だしが好調だろうと、その再生回数のね、やっぱりこううちの社長的にすごく力を入れたものだからどうだろうって、他のところと比べてどうみたいな、そわそわしちゃってねそわそわしちゃってるんで、皆さんにぜひ社長がすごい頑張ったんで見てほしいなっていうお知らせもしたくて今ここにこれあれかな、あっという間にもう何百回とか再生されるのかなと言って帰ってったんですよ。さっきその時なんて返事したかって、はいって言っちゃったんですよ大丈夫だと思いますって、何の保証もないのに、あ何百回行くじゃないですかねって軽く言っちゃったんですよ。軽く言った手前、あそうできればね、そうこれは拡散のお願いです。これによってまあうちの会社って結局そもそも魚の仲卸なんですけど、まあ、それ以外も結局直販だったら磐梯島鮮魚センターが始まってとかってどん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 こう広がってったわけですよね。だからうちの会社を知ってほしいわけですよ。そうでこれに関してはやっぱりこう社長がすごくさっきも言った通り頑張って頑張ってね、でしかも自分が前面に出てね一生懸命宣伝隊長として頑張ったんですよ本当にこの喋ることとかもすごい自分で一生懸命頭ひねって考えてたから、私はどっちかっていうと、まあ、それに使うね素材提供だったりその撮影にまあ同伴したりとかしてっていう程度なんですよ。これに関しては私がすごい頑張ったとかとは言えない。頑張ったのは多分社長間違いなく。だからやっぱりそれだけこう自分の思い入れのある会社だからこそ見てほしいっていうのがあると思うので、みんなに見てほしい見てあげてほしい、本当に頑張ってるのでよろしくお願いしますこれが
まあ社長にね軽く返事をしてしまった、私の言った通りの再生回数になっていればきっと社長喜ぶはずなんで、あの喜んだら喜びましたって報告が皆さんにできたらいいなっていう願望もありつつなんで、よろしくお願いします。何通お願いしてんだろうね。そしてと続きましてはあれです、オンラインショップに商品が増えたって見ました？見たかな。あれなんですよ、今ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、店内が改装工事してるんですよ。それでそのまだこう工事っていうか撤去してる段階なので、別に今何が作られてるわけではないんですけど、それによってこう今までオンラインショップでこう出してた商品が一回こう回収してもらってるので、こう出せない商品の方が多くなっちゃったんですよね。うん、で、あの商品を増やしました。うん、今までも増やしてもいいかなっていうのもあったんだけど、こう載せてなかった商品それなりにね、うん、あったので、それをちょっといろいろ見ていただきたいなと。あと再販したのもね、今日ご案内したまず一つ目かな、こちらね、佐渡さんの塩ねもずく、あの改めてねもずくっていうのが幻とも呼ばれているねもずく、これはあの何シンクさん待ってね、質問なのですが、予約って用紙とかあるんですか、誰に言えばいいんですか、レジの方陳列してるからずっと聞けずに予約をするか毎度悩んでいるんで、思い切ってここで聞いてきます、聞いてみますか。レジの方でも陳列してる人もいいですよ、あのとにかく声かければ多分その担当者にあの案内してくれるんで、であの担当者が予約受け付けるんですけど、その時にちゃんとお客様にもあのお客様の控えをお渡ししますんで大丈夫ですよ、誰に声かけてもいいですよ、下手すればパンちゃんが声かけられちゃうかもしれないけどね。いいんですよ全然、それは全然誰でも構いません。特に分かりやすければその陳列してる時にお寿司陳列してる人に声かけると一番早いかもしれないけど、そのタイミングに、合うかどうかわからないので、店内のそうだね中央のレジあたりの付近にいる従業員だったら一番いいのかな。正面の売り場の人だとちょっとねお寿司の担当から遠いからね時間かかっちゃうから、近い人に声かけるのが一番いいかと思います。はい、では話を戻しまして、佐渡さんの塩ねもずくなんですけども、岩もずくっていうそもそもシャキシャキとしてる歯ごたえが特徴のもずくがあるんですけど、そのもずくの本当に茎の部分の要は一番硬い部分だけを集めたのがねもずくっていうんですけど、でそのねもずくの収穫量って言えばいいの、取れた量が去年多かったんですよ、多かったのよ。で今頃だと多分もう売ってないんだけど、去年年末も売ってたのね、気づいてたかな来た人。だからあのオンラインショップでは一回販売を休止したんですよ、まあ、季節感のことも考えて、まあ、店長からやっぱりちょっと今の時期本来であれば販売してない時期だからちょっとオンラインはストップしようみたいな感じでストップしてたんですけど、年明け見てもさあるんですよ、入り口入ってすぐの右手にね、カニ屋さん小針水産さんの反対側って言えばいいのかな、カゴのね後ろあたりのバンチャンノートの真横にあるんですよ。で今日それ見た時にツイッターでもつぶやいたんですけど、お店閑散としてたじゃないですか、で閑散としてる中で置いてるよりも、まあ、お家にいる人がネットを見た時にこれが買えた方がまだいいのかしらとかちょっと思って、でもただ在庫がどれぐらいあるか分かんないからって思って店長に聞きに行ったんですよ、本当に今日の話今日聞きに行って、
店長この在庫はいかがでしょうっていうかありますって聞いたらあるよって。それでこれじゃああるんだったらまあね、こんなお店こんな感じだしネットで再販はしませんでしょうかみたいなまだ言ったらいいんじゃないっつって、なんか案外あっさり OK もらいまして、でしかもその最初に出してた時期よりも価格が実は下がってるっていうことで今回価格を下げて再販になってます。だから、まあ、送料込みではないにしても買うなら今かもしれない。で塩もずくだからもちろんすごい日持ちもするので、でなんだっけな、天ぷらもいいよねみたいな、確かに天ぷらもいいんだが、よくみんなが食べてる味付けもずくとかに使われてるもずくって沖縄もずくって言って太くて、要は沖縄で取れる太くて柔らかいタイプのもずくなんですよ。だからこう天ぷらもいいんだけど、なんていうかできればそのシャキシャキとした歯ごたえを感じてほしいので、お味噌汁とかもずく酢とかでまず食べてほしいかな。天ぷらがダメってことじゃない、ダメってことじゃないんだけど、まずこれの根もずくの良さを味わうんだったら私はまずもずく酢なりを食べて歯ごたえに驚いてほしいかな。その今までのもずくと違うっていう、そのはい、あきさんこんばんは、こんばんはの時間か、そうか。でもずく、今言った塩根もずくは 500g の他にたっぷり食べますっていう人は 1kg もあるので、ぜひそちらとね合わせて検討していただきたいかと思います。でね、いろいろね今回いくつかまた、まあ、さっき言った通り商品追加したんですけど、今日はあれだよ、やってるところが本社の事務所なのでいろんな音がするでしょうそんなことがあってもいいと思うんだたまにはね。それでねそうだな、いろいろあるんだけど、つい最近キャンペーンでやった岡山県産1年牡蠣フライ、これも今回オンラインショップに出しました。オーシンクさん、根もずく初めて食べてからもずくを食べれるようになりました。あ、イエーイ確かにね、ね、普通のねもずくよりやっぱり食べやすいよね。多分私もそうかもしれない、根もずく食べてから食べれるようになったかもしれない。いいね、イエーイで話を思いまして、あきさん、ツイッターでは日本酒大好きっていうハンドルネームでたらにたらにだってたまに絡んでました。日本酒大好き、あ、なんかんちょっと待って、なんかわかるかもしれない、思い出した、思い出した、多分合ってるはず、うん、思い出したと思うよ。あ、こっちとハンドルネーム違うの、あ、そうなのっていうか私多分さっきから思ってるんですけど、今日もしかしてツイッターと連動できてない、気がする。あ、やっぱり、え、なんでできてないんだろう。え、何が悪いのかな。なんでだろうね。いつもできてんだけどな。あれかな、つぶやいといた方がいいか、つぶやいとこうか、どれどれ、ちょっと待って、連動してないんですか。いや、私ね、いや知ってたはずなんですよ
なんでできないんだろうね。あ、今とりあえずつぶやいたから見れるかな。気づいてくれるといいけど。そしたら見る人増えるんですかね。いやまあそれはそれとして、で今言った岡山県産の1年牡蠣フライ、改めてこれね説明すると、1年牡蠣っていうその若い牡蠣を使ってて、でそれが普通の牡蠣と違ってこう若い分身も白くて弾力に富んでソフトですっていうのが売りみたいで、牡蠣特有の臭みがなく優しい甘さが味わえます。これ20粒入ってるんですね。たっぷり牡蠣フライ好きにはたまらないし、なんか今回あれですよね、プレキャンで当たった人が旦那さんの誕生日までお祝いするために冷凍庫で眠らせてましたっていう人が一人いらっしゃったから、愛が深いよね。旦那さんのために 眠らせといたって絶対私しないもんね。牡蠣うまいでしょ。だからうまいから、うまい時は多分愛よりも自分の欲を、食欲を満たす方が優先です。申し訳ないけれども自分の食欲が優先です。だから多分私だったら誕生日まで待たずにあげます。あげて自分を満たして、あ美味しかった幸せで終わります。だしょうがないよね。でこれが20粒 500g 入って税込み1188円。確かにでしょでしょ、自分大事だよ。でこれと一緒にホタテフライっていうのも最近ツイッターで言ってたんですけど、同じくこちらも確かね20粒入ったんじゃないかな、 440g とはなってるんですけど、おーカキカキ、あもしかしてあれかな、あれで気づいた、 つぶやきでツイッターで気づいたのかな、連動してないけど、しゅんすいさん気づいたの。今言ったホタテは今度ね青森県産です。でこちらはですね20粒入って1620円税込みね。あやっぱツイッターで気づいたんだ。後でよく確認しなきゃね。なんで連動してないの、何が悪いの、ちゃんと連動させたはずなんだけど。なんで不具合かな。今見てもやっぱ連動されてない。まあもう配信されてるから連動は今更されないのかな。いいけどさ、しょうがないけどさ。それでホタテフライまでは言ったね。でこういうフライ関係を増やしたのも今回ね、割とそのお家でこう長期的に保存しといて使えるものとか、あとこう多分お外でお酒飲めない分お家で飲む方もいるかなと思って増やしたのがこれ、本わさびチーズ。これねチーズと一緒に本わさびが入って、ね、練り込んであるんですよ中に。食べてないけどね、食べてないんで。ホタテ牡蠣は本当うまいから好き、わかる。ていうかね、茶色いものでまずいものはないと思う。結局はねよくあると思いません、お弁当とかもいろいろ考えて詰めたのに結局抹茶茶なんだよ。でも抹茶茶が一番美味しいんだよ。しょうがないんだよ。あシンクさん、食べてないよ。あのねここでぶっちゃけて言うと、食べなさい。いや秋さん、いや今からぶっちゃけて言うとね、私ねもういい年なんですけど、実はわさびを食べれるようになったのが去年なんですよ。去年の誕生日前かにやっとこの年でわさびが食べれるようになった。そうなんです。だからそもそも辛いのが苦手なんですよ。辛いのが苦手で、今日もなんか寒いからってちょっとコンビニでスンデブルのスープを買ったんですよ。あきさん、はって言っちゃダメだよ、はって言っちゃダメ、はって言っちゃダメ。
食べようと思ってスープを買って、まあ、飲み切りましたよ、ちゃんとね。飲み切ったんだけど、まあスプーンが進まない美味しいと思うんだけど辛さに耐えられなくて、なんかもう多分絵に描いたら口から火が出てる状態ですって、こう従業員にね、同じ職場の人にも言ってたんだけど、もうそんな状態で食べてたんで、なんかもうわさびにチーズに、あ、そう、パスタさ、柿の種ラー油もダメなのよ。そう、そうなのよいや、柿の種ラー油の通常のはいいんだよ。あの激辛がダメなんだよ。激辛のもう一個の方、もう一個の方、あの後から出た激辛のあれはダメよ。あれは死ぬ。あれダメだあれはダメなんだけど修正さん、わさびとチーズベストマッチ。あ、そう。でもそんなに一粒一粒に入ってなさそうな気がするんだけどね。シンクさん、わさび食べれるようになった記念&試食に社長に買ってもらいましょう。社長買わないと思うよ。だってそもそもまず去年からやっとわさびが食べれるようになりましたなって言ったら、多分アキさんみたいにハって言われるよだからダメだよ。いやでもねいや、なんか去年もなんでだろうね、なんかたまたまなんかちょっと思い切ってお寿司にわさびつけてみようって思ってわさびを醤油溶いたんですよ。でつけたら、まあうまかった辛いは辛いんだけど、だから多分人よりも入れる量はどうなんだろう、少ない気はするけど。ああ、そうそう、修水さん、ようやく刺身のベストパートナーわさびさんと仲良くなれたんですね。そうですね、本当に。でも基本的にはサビ抜きでいいですだからうちの店の、お寿司はありがたいよね、わさび全部入ってないじゃんだから別に無理して、あ、なんかわさびないとやっぱ食べれないとかっていうほどじゃない。ただわさびあってもやっぱり食べれるようになったのはよかったね。一つ階段登る前に、うん、まあ、まだちょっと一つね、ランク上がるにはまだもう何年かあるんですけど、そこの階段踏む前に食べれるようになってよかったね。あ、でも修正いいこと言うね、修正さん、自分が美味しく食べれるのが一番ですよね。そうなんです。まあまあ、でもさっきのアキさんの反応が大半だよあのね、よくね、こうたとか食べに行くとかさ、今回もそうだけどさ、こう、まあ、お魚屋さんで働くようになって余計にこう生鮮品とこうね、食べる機会が増えた時にわさびが食べれませんっていうのはやっぱり微妙だったよでも辛いのは食べません、基本的には。で、戻しまして、さっき のわさびは、あのね、そもそもわさびを作ってる会社さんが作ったそのやつなんですよ。で、国産本わさびを使ってるっていうやつで、何粒なのかね、グラム数しか書いて、152g 入ってます。で、それで税込み486円で、そのわさびのメーカーさんが作ってる今度荒切りわさびっていうのも今回出しまして、これ別にお刺身だけじゃなくてお肉とかにもいいってやつです。で、荒切りわさびは粗く刻んだ本わさびの茎を使用し、シャキシャキとした食感をお楽しみいただけます。そう、これね、普通のわさび、一般的なわさびと違ってすごい歯ごたえのあるわさびなんですよ。だからこれも結構良くて、で、味がついてるっていうのも結構良くて、これね、割と食べやすいわさびなんです。食べれるようになったからこそ言えるけど、食べやすいです。だから普通のわさびが苦手な人もこれだったらいけんじゃないかな。本当に直接そのお肉にこうピピってつけてもいいみたいですよ。やったことないけどやったことないけど。あと、これもツイッターで紹介
どこのわさび？え、メーカー？産地？それはね、ネットを見よう。次が、ツイッターでつぶやいた時になんか割と反応が良かった塩レモンポン酢。これね、いつつぶやいたんだっけな。その時になんかネットで出てないかなみたいなこと言われたんですけど、なんかその時は出さなかったんだな。それで今出してるんだけど、これもね、焼肉、焼き魚、鍋物、刺身、揚げ物、サラダなどいろいろな料理にかけて美味しい塩ポン酢って書いてあるんですよ。そうそう、玉ねぎにレモンとか、ほんとさっぱり系だね、入ってるのが。あ、これが、これで揚げ物食べたいかもね。そう、自分で調べよう。時間がね、正直限られてるから今ね、説明してたら多分時間が足りねえ。でも書いてあります、ちゃんと。ちゃんと、あの、ネットの方見ると書いてありますんで、商品紹介のところにね。そこまであれじゃないよ。何にも書いてないわけじゃないから、ちゃんと見て。そして、よければ買って。それで、塩レモンポン酢は、500ml 入ってまして、こちらが税込み540円ですね。うん、これはね、多分本当今の時期、それこそ鍋物とかも書いてあるし、焼き魚もあるから、おうち需要結構いいと思うんですよ。結構消費あると思う。あとはなんだろうな、あ、これ干しホタルイカ。これはピアバンダイのあの中の人の S さんがお気に入りでインスタにも上げてくれてたんですけど、この干しホタルイカは店長のおすすめです。そう、店長おすすめので、でこれさっと炙ると美味しいんで、そのまま、もちろんもうあの干してあるんでこのままでも食べれるんですけど、あの綿がちょっととろっとする感じを楽しみたいんだったら、やっぱさっと炙った方がいいかもしれない。うん、これね、ちょっと待って、これは多分新潟産ではないでしょ。でも国産を使ってるはずなんだよな、確か。日本海山陰沖って書いてある。だからやっぱり日本のやつだね。お、あきさん、鮮魚センター行くと食いたいもの多すぎていつも迷う。それすごい褒め言葉だね。うん、しゅうすいさん、わさびもいいけど山わさびで食べるのもまたおつなんですよね。テレビでしか見たことない、あの白いやつでしょ、山わさびって。なんかよくあれさ、ご飯にいっぱい持って醤油だけでかけて食べてるのとか見たことあるけど、あれ美味しいの？美味しいの？あ、やっぱうまいんだ。辛くない、辛いよね。辛いの？返事がない。辛いの辛くないの、どっちなの。すごい気になるんだけど。あ、どうなんだろう。辛いですけどわさびより柔らかい気がする。あ、そうなんだ。見てるとあれも買いたいこれも買いたいになる、秋さん。なるほど、そういう、それはいいよね。それだけみんなが、まあ私じゃなくてね、お店で商品作ったり、こう売りたいってものを選別してる人たちの見る目があるってことだと思うんだ。うん、企業努力というやつですかね。私はただ単純にそれで、それに対して自分が美味しそうって思ったりとか、あとはその現場の人たちが作ったものが、今日だったら例えば赤ひげが入荷したよっていうのは店長に言われたし、この間の牡蠣のオリーブオイル漬けは、その作り手の人が
これ説明したみたいなこと言われたからちょっとバタバタしたんでまだですって言ったらなんでみたいな感じだったんで急遽食べたみたいなそう牡蠣のオリーブオイル漬けね。ああいうのとかみんなやっぱりこう日々勉強したりこうこの今旬の素材を使って何ができるとかって考えてやってる人たちだから自信のあるものしか出してないと思う。だから美味しいし迷うんだろうね。あれもこれも美味しいって分かるからね。私もちょっと迷うよ。これからこうなんだろうな、またみんなにいろいろ紹介していけたらなと思います。だからこの今パスタさん私はいつも3周するはよ宣伝せいって宣伝そういやそういうことなんですよ。結局今日の赤ひげもそうだけど急に呼ばれるの大量に赤だからはいみたいな感じなんかね普段みんな見てる人もいるし見てない人もいるんだけどでもその例えばフォロワーさんがツイッターに載ってたこれが欲しいとかインスタに載ってたこれが欲しいみたいに来てくれる人がいるんですって。私遭遇したことないけど、そう私は遭遇したことないんだなんだけどだからそのせいで逆にその売れててなくてごめんなさいっていうのがなんか申し訳ないとかって店長も言ってたりはしたけど、でもそういきなり呼ばれるんだよ。今日もそうだよ。違う商品の写真撮ってたら本名呼ばれて「丸丸さん」みたいなの呼ばれて、「今日赤ひげ大量におかしてるから」って社長じゃんや店長に言われて「はい」みたいな感じそうで、だから私が配信してるのは結構本当に リアルタイムなものが多いっていうかほとんどそうです。なんだろう、例えば今回の恵方巻きみたいにいついつからですみたいなこうやつはあるけど、そうじゃない限りは私その場でネタを考えてるので、こうしやっぱりこうしけの時とかは情報発信が弱いよね。それはどうしてもしょうがないかもしれない。シンクさん、何々酒の陣で出会った県外の人たちがまたばんちゃんのお店に行きたいなってよく言ってますね。おー、ありがとうございます。嬉しいね。そしてまた言ったね、ばんちゃんのお店、ばんちゃんのお店じゃないんだよこの間もツイッターで言ったんだけどさ、ばんちゃん家とかばんちゃんのところとかばんちゃんのお店ってなんかさ、バンダイ島鮮魚センターってお店の名前がこう大丈夫か浸透してんのかって不安になるぐらいになんかこうばんちゃん家みたいになってるよね。ばんちゃん家行きましたみたいな、いやいや家じゃない家じゃないみたいな、私のとこじゃないよみたいなおシュースさんまた来ます。うん、またぜひぜひ、ありがとうございます。本当ですよね、なんかもうまん延防止出ちゃってねえ、ほんと店内が朝なんかもっと本当はにぎわうところがあんな感じだったから、なんだっけ第何波の時だったかもあんな風に私つぶやいてた気がするんだよな。第5波の時かな。でもとにかくなんかそのやっぱりその波が来るたんびにやっぱり当たり前だけどお客さんも自分のねこういろいろ気遣ってやっぱ外出控えるから減るよねしょうがないんだけどね、まあ、だからこそできることをまたいろいろ考えていきたいなと思いますけど、でも何分こう今とにかく店内のそういう関係で商品がアイテム数が少ないんでちょっとキャンペーンやるにも今難しくて、だからキャンペーンっていうことに力を入れるよりもちょっとこうみんなにお店のことを知ってもらう、バンチャン地ではなくバンダイ島鮮魚センターをねバンダイ島鮮魚センターを覚えてもらうためにちょっと頑張ろうと思います。今年はね、あきさん、俺の県外の親戚も毎年来るたび買い物行ってた。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ログタンさん、いつ行っても楽しいのでよくお邪魔してます。ありがとうございます。そうか、でも結局私もね休みの日に、まあ、最近はお家にいますけどまだ外出できてた頃はやっぱりこうピアバンダイとしてもイベントがあった時期もあったのでチビバンちゃんを連れて行ってましたよ。
っぱりなんか休みってなるじゃあピアバンド行こうかみたいな、お魚見に行こうか食べに行こうかみたいな、自分が一番行ってるかもしれないねえ。だからいろんな、なんか従業員も感染対策しながら本当に頑張ってますね。辛い、みんなが多分ねいろんな大変な時期だと思います。うん、だからこうなんだろう、天気悪い日とかも言ったけど、何でも無理してね来てくださいとは思わないから、きつい時期ではあるけども皆さんやっぱ自分のこと第一優先で、うん、またあの安心してねこう外出できるように、そう、アキさん言う通り早くコロナ落ち着かないとだから、そうまずそこが優先だと思うから、おーパスタさん大丈夫、良くなる、うんってなってる、うん、そう良くなることを、てか良くなるよって思ってないとね、気がめいってしまってはどうしようもないので、そうそう、だから皆さんとにかくあの時々あのこういう風にねコミュニケーションも取りつつですけど、お店のもの買ってなんか料理とか作ったら、ハッシュタグであの万代島作ったという、万代島作った、作ってみたか、万代島作ってみたってハッシュタグがあるんで、それで皆さんのおうち時間のこととかもつぶやいてもらえるととても嬉しいなと思います。それついてると私あのまた検索しに行ってリツイートなりリポストなりとか、それぞれ万代島作ったじゃないよシンクさん、間違ったんで万代島作ってみたで、そうそうそう、それをつけてください。で今までのねなんか作ってみたのやつとかもあれですよ、あのインスタのあのストーリーズにも上げたりしてるからアーカイブ見て残ってるし、それ見てもらうとこうちょっと料理頑張ってみようかなっていう人もいると思うので、ぜひこの機会にねちょっとおうち時間で自分の料理の腕を上げていただければと思います。すごいね、みんな自分、人が間違ったことに対するツッコミがすごいよ、この2人ね、アキさんとシンクさん、覚えておくよ、バッタイチは作ったじゃないんだよ、作ってみたで、分かってるよよし、みんなだいぶいじったねいじったところで、まあまあまあ一応その今一番でかいこととしては、その店内の工事が3月上旬、ね、今何もされてませんけど、まっさらな状態ですけど、それをめどにまた皆さんにいろいろねこう情報を発信していければと思いますね。そう、感染状況かだけど、みんなだって食べなきゃ死んじゃうじゃん。ロクタンさんまたいじるかちゃんとハッシュタグ検索するんですよ。みんないじった皆さんは特にそうですよ。それを拡散するのがもうあれですよ、いじったからには拡散しなさい、ね、いじったからには拡散してください。ご協力をよろしくお願いします。それと何よりもお願いするのは、さっき言った通りあの今日あげたうちの会社の紹介の社長が力入れた YouTube の再生回数伸びますように皆様のご協力よろしくお願いします。ではまたね、次回いつになるか分かりませんけれども、またあの配信する際は Twitter とね連動できるようにちょっとチェックしておきますうん、では皆さんあのいろいろね、なんだろうな、動きにくい時期ではありますけれども、みんなで頑張りましょう。ではまた次回の配信まで、バイバイ。